ちゃん来てくれてるのでそのまま行こうと思います、はい。商品名がポケット付き V ネックニットカーディガン、品番が C の5642、 C の5642 でございます。はい、3色展開になってまして、はい、スーちゃんが着てくれてるライム、はい、はい、そして手に持ってるグレイッシュパープル、はい、そして私みーちゃんが着ておりますエクビの3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、3690円。イエーイ。でこちらが、9月12日日曜日朝10時発売で、9月13日月曜朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、ではくーちゃんポイントお願いします。はい、これはですねケーブル編みのニットトップスなんですけれども、ニットのカーディガンなんですけれども、この編み目がすっごいケーブルのね編み目がすごい可愛いアイテムとなっておりまして、左右対称なんですよ。こっから下はこの柄だけど、こっちから上はこの同じ柄っていう、すごいね斬新なカラーじゃない、斬新なデザインで、本当にコーデのアクセントになるっていうのと、うん、これからの時期やっぱりもうカーディガンがない寒かったりしたり、なんかちょっと羽織いるなーって時には本当にこれ1枚羽織っていただくとコーデがパッと明るくなったりとかするんじゃないかなと思います。で着丈がですねそんなに長めではない、短くもなく長めでもないので、これは本当にスカート合わせとかウエストがちょっと高めのスカート合わせしても全然そのスカートとかワンピースの、うん、なんていうんだろう、着られてる感じがすごい綺麗に見えるんじゃないかなと思います。うんうんうん、でこれもねちょっとドロップじゃないや、なんて言うんでしたっけ、いつも忘れてしまった、だドロップショルダー、うん、なのであの華奢見えするのが嬉しいアイテムかなと思います。うん、はい、ありがとうございます。この形のカーディガン大好きだからすごい欲しい。ぜひ、ね、形が可愛いだけじゃなくて編み方がまたすごい可愛いので、うん、全部後ろも違うんですよ。うんうん、ここ見えだと思います。ですね、あ、あゆみさんのワンピと合わせてみてほしいです。絶対可愛い、ハンガーの上からでも大丈夫です。なんか合わせましょうか、絶対可愛い。うん、ただ、岡部あゆみさんのワンピが予約販売なので、うん、一緒にご購入いただいた場合は、うん、ニットとワンピが一緒に届いてしまうので、こっちだけ先欲しいっていう場合はこっち先注文してくださいねっていうのが、ね、多分購入するときに出てくるかなとは思うんですけど、うんうん、はい、お気をつけください。はい、絶対可愛いと思う。可愛い、色味が可愛い、めちゃくちゃカッコさんも入れてなかった。あ、彼女に着てもらいたいカーディガン、確かに、これはね男性受けもしそう。あ、かわいい、色がまためちゃくちゃかわいい、ね、かわいい。これショート丈なのでこのウエストの切り替えが、ね、あ、ほんまやね、かわいい。なんかそこのワンピースがの形が綺麗なまま切れそう。確かに、うん、ブルベ様なら何色がありますか。んブルベ様なら、でもこのカラーじゃないですか、イーちゃん着てそう。あ、確かに、うんうん、顔周りはこのカラーだってイーちゃん着てそう。確かに可愛い。はい、あのグレイッシュパープルでございます。はい、うん、ねえワンピース合わせ可愛い。あ、シンプルにデニム、私がねちょっとすいません画面外れてたんですけど、うん、シンプルデニム合わせも可愛いと思います。くーちゃんカーディガン使いしてくれてるんですけど、トップス全部締めて、なんかちょっとチューブトップス系の、うん、チューブトップスか系のインナー着ていただいたら、うん、トップス使いとかもできるので、うん、はい、そんな方もおすすめです。はい、すいません予約商品ですかっていただいてるんですが、うん、これはね即納称号品ですね。そうですね、うん、なので、購入いただいたら営業日何日以内に発送っていうのもあると思うんですけど、岡部あゆみさんのワンピは予約販売になっております。はい、はい、ですね。袖折れますか。折れそう。折れると思います。あ、折れる。折れる、折れる。折っても同じ柄がある。そして、はい、こんな感じです。かわいい。かわいいし、でもこれはあの普通に燃え袖のまま着るのもかわいいと思う。うん、ですね。はい。うん、夏でまだ着るの暑いかな、どうやろ。でも9月ってもう結構夜寒かったりするの で、ね、なのでバッグに潜ませとくぐらいだったらちょうどいいかも。そうですね、うんうん、生地柔らかめですか。柔らかいです、すごい柔らかい、すごい柔らかいです、うん、柔らかめです、はい、色合わせおしゃれですね。そうそう、うん、これカラー張りがねまた可愛い。そのなんかカラー珍しくないですか。確かにあんまり見えへん気がする、うん、
か？チクチクしないです。めっちゃ柔らかいです。お肌に当てても気持ちチクチクしない気持ちいい感じします。フレッシュパープルじゃちょっと変わってきましたね。お願いします。グーちゃん着てるオンティー頻繁なんですが、これ USA コットンです。 USA ってこう売ってもらったら多分出てくると思います。はい、重さどうですか？重さはね、そんなに重くないと思います。重さうん、重たくないと思います。はい、重さが書いてなかった。うん、洗濯 OK ですか？洗濯は手洗い表記となっております。はい、超可愛いですよね。あ、二人のお尻はどれですか？でもさっき私着てた色結構好きです。君が買ってる感じ。みーちゃんすごい似合いますね。エクリューとかさ。エクリューとか。私はこれかな、お尻色。そのアイテムです。燃えすぎ苦手なんですが、曲げても変じゃないですか？もちろんです。さっき曲げてみたんですけど、全然大丈夫でした。ケーブル編みがまた来るので大丈夫です。はい、うん、上のところ結構幅広めですか？広め、めちゃくちゃこう広くてポワンとしてるかって言われるとポワンとはしてないですが、広めではあると思います。もう1本ぐらい腕入りそう。私今私ロンティー結構ね、ゆとりのあるロンティー着てるんですけど、これは全然もたつきもなく切れましたので、結構広めではあると思います。はい、やでもできやすいですけどね、洗濯表記を守っていただければ大丈夫かなと思います。はい、ですがカバンこう擦れたりするのは気をつけていただいた方がいいと思います。うん、はい、ロンティー出してレイヤーのも変じゃないかな？もちろん変じゃないと思います。可愛いと思う。はい、カーディガンおいくらでしたっけ？ですね、カーディガンが、3690円です。はい。うん、パンツ合わせてみたいです。兄ちゃんがね、パンツ合わせしてくれてたので、よかったら IGTV 見返してみてください。お尻は隠れる丈ですか？お尻隠れる。うん、私は隠れないかな。うん、私も隠れないぐらいなので、はい、低身長さんでも出るかなと思うんですけど、重心を上に上げてくれるので、そう、足長効果が狙えるかなと思います。はい、はい、で、イエベスプリングの私がグレイシュパープルを着てきました。でもワンピが、ワンピもそんなめっちゃ得意な色かって言われるとそうでもないんですけど、明るめの色を持ってきてあげると全然着れると思います。ここが結構深めの部位なので、ここにエクリューとか持ってきてあげると、さらにほんまに明るくなると思うので、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、では最後のアパレルいきますか？そうですね、着付けができました、お願いします。ね、可愛いですよね、このコーデ。このワンピ、去年からめっちゃ人気なんですけど、多分まだ在庫あったと思うんですけど、結構いろんなコーデに着回しできます。私がさっきマネキン風に着せてた今日、兄ちゃんブラウスとも合いますよって言ってたこのニットベストとかもね、上から着せてあげると可愛かったんですけど、こういうニットカーデとかもね、合わせていただくと可愛いんですよね。素材が可愛いんですけど、そんな主張激しくないので、こういうちょっと、なんやろ、手編み風の柄が入ってるやつとかとも相性がいいです、このワンピは。これね、これさっきしてたやつ。あ、その黒ワンピ持ってます。あ、黒にグリーンシュパープルも絶対可愛いと思います。ポッキーが大きめなのがまた可愛い。確かに、ポッキーね、結構大きめですよね。なんかこういうポッケとかボタンとかが大きいと小顔効果があるんですよね。ちょっと錯覚するというか、便利なこともあるんですけど、自分の体が華奢にする効果もあると思うので、めっちゃおすすめです。あ、ワンピ品番ちょっと待ってくださいね。おそらく在庫あるはず。あ、これサンプルやから書いてないかな。ちょっと調べますのでお待ちください。これ V ネックのワンピとかもあって、めっちゃ可愛かったんですよね。ヒアードワンピースで出てくるから、ヒアードワンピース、
レタスのお洋服好きすぎるけど、みーちゃんが好きすぎ、あ、ありがとうございます。着てるもので嬉しいです。いつもありがとうございます。次でラストです。ご紹介なんですけど、次のやつもめちゃくちゃ可愛いのでお楽しみに。ティアドゥーンピースじゃないんか、名前なんやろこれ。何したっけ名前、なんやっけな、ちょっと待って、去年の、去年やろ、去年やろな多分。いやもう一昨年、一昨年はいいすぎ、私入る、一昨年は言い過ぎと思ったけど、全然一昨年かもしれない。一昨年か。じゃあ、あ、ラストで行きましょうか。ねあ、ラストで行きましょうか。あ、いいですか。今の間に調べときます。ティアドゥーンじゃないので、ちょっと待ってくださいね。わかる人いてはりますか。ちょっと調べてます。待ってください。あった！ティアドハイネックマキシマムピース。品番が E-2367 です。あ、カラーによってちょっと欠けてるんですけど、まだカラーあるやつもありました。E-2367 です。はい、です。カーディガンね、結構厚で、厚でというか、こんな感じです。分厚さはね結構あるので、今からの季節着ていただけそうな感じの、生地感かなと思います。ありがとうぐーちゃん。全然カーディの触り心地はね、柔らかいです。なんかフワンフワンではないんですけど柔らかい。でもフワンフワンすぎるとなんか毛玉できやすかったりもするので、程よい柔らかさかなって思います。ガチ買いはね、これとニットベストのやつのホワイトの方を買う予定です。カーディガン何枚も欲しくなる、かわいいね。このカーディガンまた高見えやから後ろまでしっかり編まれてるので、ぜひゲットしてください。